エマーヌエル・モールの自画像、エマーヌエル・モールは、ハンガリーの作曲家、ピアニスト、楽器発明家、プラハやウィーン、ブダペストに学ぶ。1885年から1897年にかけてヨーロッパやはるばるアメリカ合衆国で演奏旅行を行った。5つのオペラや8つの公共曲、4つのピアノ競奏曲や4つのバイオリン競奏曲、 二つのチェロ競奏曲、一つのビオラ競奏曲、一つのハープ競奏曲、バイオリンとチェロ、ピアノのための三重競奏曲、室内楽曲、レクイエム、歌曲を残した。発明した楽器の中で最も有名なものに、片手で2オクターブの音程をつかむことができるように、手鍵盤を上下2段に重ねたエマヌエルモール式ピアノフォルテがある。 デュプレックスイコールカプラーグランドフォルテピアノとの通称でも知られるが、この別名はモール本人が名付けたものではない。モーアは再婚相手のイギリス人ピアニスト、ミニフレットクリスティと共に、この2段鍵盤式ピアノを欧米の演奏会で用いて積極的な普及に努めた。モーリス・ラベルは標準的なピアノで2手で弾くために自分が作曲した作品の場合でも、 エマヌエルモール式ピアノフォルテで演奏すると、自分が、真に意図した響きが再現できると、太鼓判を押している。ピアノのための技術的な練習法を出版した。thebechstin-moorviolatuk.geocities.com、ハットグローブ、エスディクシ o n a r y of Music and Musicians, g h o 1 9 5 4エリック・ブロムエド。 ありがとうございます。